攻めすぎでしょ、この車は。攻めてますね。本当に攻めすぎ。で、これを刀をモチーフに作ってるらしいですね。おお、これはちょっとたまんない。ラリーファンからしたらたまんないですよ、これ。です。ゆきです。クマチャンネルです。ブーン。はい。ああ、ということで今ね、割れるようなマフラー音を表現してみましたけども、本日ご紹介する車こちらです。GR ヤリス RZ ハイパフォーマンスでございます。ましたか。待ってましたよ、うん。ありがとう。ありがとう。うん。いや、ちょ、おいね、今聞きました今。なんか言ってました？俺は待ってねえぞ。あ、マジか。俺はお前ら結構ツンツンですね。知らねえぞっていう感じでございましたけども。はい。はい、ということで。いろいろね、はい、見ていきたいと思いますので、皆さんお楽しみに。はい、GR ヤリスなわけなんですけれども、ヤリスと名前がついてるからといってベース車がヤリスなわけではないそうです。全然違います。はい、これはもう GR ヤリス専用ボディを使っているということで、うんね、よくあるヤリス、ああいう車とは全然違う生き物となってます。これマジで全く違うので、本当コメント欄受け付けません、ね、そういうの。結局ヤリスだろうとかコメント欄は受け付けない、はい、ということで。全然違います、まあ、ということで。別物ですよね、はい、本当に。もう骨格から何から違うということで、うん、専用設計なので違いますということで、はいね、あと軽量化にもめちゃくちゃこだわっているか、なりこだわっておりますよ、はい、これね、はい、アルミの、ボンネットフード、うん、はい、カーボンルーフ、カーボンルーフ大好きよこれ。スーパーカーでも数少ないと言っても過言ではないぐらい。そうなんですよ、標準でついてるっていうね、うんうんうん、それぐらい軽量化こだわっていて、あとドアもアルミですと、ドアアルミですね、はい、リアハッチもこれはアルミになっているそうです。アルミなんです。そう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 、ボディをね、アルミバンバン使う車って、うん、なかなか攻めた車しかないですよ。本当そうです。本当にすごいよな。こう3点ね、使ってるって、今の時代にこれがあるという、ね、はい、でバンパーの形状がまあ、うん、GR は特徴的ですけれども、わかりやすいですね、はい、うん、もう GR はこれかなり空力にこだわっていて、すごいよな。この横とかね、ここら辺のちょっとキュイーンとなっているところ、うん、これカナード形状になっていて、はい、あのダウンフォースを高めていると。これはかっこいいですよ。というかもうあの私 WRC 大好きですから、はい、ヤリス WRC も少しね出っ張ってカナードが少しキュイってこう、まあ少しじゃねえや、ヤリス WRC はもうカナードボコンですけど、ちょっとそれを彷彿とさせるような ね、 そうですね、カナード形状、はい、しっかりもうここが造形がそういう風になってますと、なってますね。でボディ仮面なんですけれども、うん、カバーがこうガーッとかけられていて、はいはいはい、あの車の下を流れる空気を整流していると、うん、はい、抵抗を少なくしていると。すごいよ、ね、いや攻めすぎでしょこの車は。攻めてますね、本当に攻めすぎ。ヤリスという名前なのでベース車はないけれども、うん、そのヤリスにちょっと似たような感じの、まあ、象徴とされる顔というかヘッドライトね、うん、そう、やっぱこの形状はなんとなくこうヤリス、そう、うん、市販車なんていうのかな、なんて言うんだろうな、ベースモデルというかベースがないんだけれども、うん、はい、まあ、なんとなくこうヤリスらしさみたいなのちょっとね、ありますよね、感じですよね、うん、まあ、トヨタ車、最近のトヨタ車の特にこういうコンパクトカーとかはこういう形状が多かったりしますよね。ですね。はい、ホイールでーす。あー、いや、 RZ ハイパフォーマンスは赤キャリパーなんですよね、はい、うん、これね、分かりやすく、はい、すごくかっこいいです。まずキャリパー見たらこれはどのグレードかなっていうの分かりやすいですね、これね。そうなんですね。 RZ っていう方は赤じゃないですね、うん、RS っていうのはもう全然違うので、うん、全然違います、ね、そうなんですよ、ね、いや、でかいな、ディスク、ディスク、そうだ、大きいですよね。でかいよ、18インチ径ですね。あ、このコンパクトカーのサイズじゃないよ、ディスクが。いや、ほんとそうですね。ホイール目いっぱいまでこう広げられたディスクっていうのはね、うん、なかなかないです、ね、うん、でスリットが入ってるんでね、入ってますね、かなりウェーシーな感じですが、うん、でホイールなんですけど、うん、18インチホイール、はい、で RZ ハイパフォーマンス専用の BBS 製のホイールになってますと。これがグレードで変わってくるんですよね、ホイールはね。そうなんですよ、うん、でこれを刀をモチーフに作ってるらしいですね。おお、だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 本の刀を、あ、10本の刀、日本刀をね、うん、意識してるらしいんですが、かっこいいな、いいデザインしてますよね。本当だ、あ、これこういうことか、これだ、ちょっと見えます。最近ね、ゴースト・オブ・ツシマやってるからなおさら日本刀にはうるさい。ここが日本刀だ。日本刀らしさ出てます。めっちゃ出てません。そんな感じです、うん、非常にかっこいいです。かっこいいですね。で横で見てやっぱね、このルックス、これね、すごいよね。前傾姿勢というか、うん、こう構えてる感じ、わかります。クラウチングスタートみたいな、クラウチングスタートのこう、今どうですか、ヤリスの CM そういう感じですよね。あ、そうだ、元々のヤリスがそうですもんね。これ今皆さんわかります、どっちがヤリスかわかりますか、これこっちでしょ。まあでもね、うん、クラウチングスタートのような、ね、かなり
攻めたデザイン、うん、かなり攻めた、はい、4ドアありそうですけどね確かに、うん、だいぶねもう2ドアにしてしまうという、だってここの落ち具合 ね、 ねこれも空力特性を最適化するために下げているらしいです。らしいですよこれなんで巻き舌になったんだ今ここのね出っ張り、このハウスのこのボコって感じとか、うん、やっぱりなんかこうマッスルな雰囲気出してるから、これやっぱさすが GR ヤリスだなっていう感じですね。そうですね、うん、ここまでこう張り出してるっていうのはやっぱレースモデルなんだなっていう、うん、競技モデルなんだなっていう ね、 感じしますね。だけれどもやっぱりヤリスの面影はすごくあるんですよ ね、 そうこうね形とか。この前あのメガウェブで乗った春ぐらいヤリス乗りましたけど ね、 ねやっぱこういうテールランプ で、 でした、ね、もうザヤリスって感じ、うん、でもシャーバ感すごいな。すごい、ね、やっぱりこうごつさここよ、なんかこのボリュームさ、うん、こんななかったですね、うん、なかったですね。これルーフスポイラーもね最初からこうついていて、うん、まあ、空力こだわってるということで、うん、まあ、かなりこうダウンフォースを発生させるように工夫しているそうです。例えば この文字見たらあのヤリス普通のね、あ、そうですね、普通のヤリスで、うん、まあ、トヨタのマークもあるしつってパーって見た時に、いやヤリスにしては不定なっていうこのマフラーね、そうそうそう、うん、いい音しますよね、低音、ここ GR4 って書いてありますけど、はい、まあこれが四駆ですよという、なるほど、 GR の四駆ですよというすごいんですよこれがまた前後トルク配分も変わったりするんですけど、うん、それがすごいんですよ。とにかくモードでね切り替えてね変えられるんですけどね、ちょっと FR 風とか、はいはいはい、FF 風とか、うん、まあ、50対50で完全四駆みたいなのもできるんですよね、うん、と面白さがある、うん、すごいな。だからなんか本当にこの次世代の四駆みたいなね感覚というかね、そうなんですよ、ね、GR4 は。はい、じゃあ内装行きましょう。行きましょう、はい、オープンでございます。てか契約もさっき言ったけどドアでっかでっかい、長いヤリスのサイズじゃないよこれ。すごい長いですね。はい、じゃあ乗ります。はーい、わあすごいな、おーすごいな、質感もやばい。うわーどうです、おー、あーでもあへー、え、なんかやっぱスポーティーだから、はい、すごいどっしり構えるのかなと思ったんですけど、うん、意外とそうでもなく、うん、結構普通に乗る時もこうスッと降りる時も別にスポーツカーのようにこう入らず、あー滑り込む感じじゃないんだ、なく普通にこのままスッと、まあ、多少ね首はあれですけど、うんうんうん、はあすごいな。でこれシートがね、これまた、はい、これ RZ ハイパフォーマンスのみの設定なんですけども、うん、なるほどね、スウェード調で、本当だ、でさらにこっちは本革ということで、いいですね、いいですね、そして質感高っ、質感めっちゃ高い、うん、ほんとすごい。でここに GR と刺繍がね、いいっすね、バシッと入ってますよ、うん、でシルバーステッチでということでございます、はい、まあ大ブレーシーでシートだけ見たら大ブレーシーで、座り心地とかホールドが半端ないっすわこれ、うん、硬いんですか。硬い、硬いんだ、うん、すごい結構固めのホース、ホールド感もすっごい肉厚だし、サイドサポート肉厚っぷり、すごい厚い、うん、グッとこう掴まれてる感じの、さすがですね、さすがでございます、さすが WRC カーですね、本当に、はい、で、ステアリング、まあ、ハンドルですね、はい、はい、こんな感じでございます。まあ、GR ということ で、 うん、で本革巻きですねグリップ力があるんで、はい、あで右にこれクルーズコントロールのありますね、スイッチがこの辺ね、これ実用性もねあるのがいいですね。そうですね、うん、こういうのも兼ね備えてるというね、うん、現代の本当スポーツカーじゃないですけど、そうですね、なんかそういうね、ありますね、うん、でメーターが RZ ハイパフォーマンスと RZ のメーターがこれになるということで、なるほど、この辺は、うん、まあ、ヤリスのねデザインというか、あ、そうですね、うん、こういう感じですね、うん、ただ、まあ、シフトノブこれもかっこいい、まあ、シンプルですけどね、シンプルでアルミのこのフレームがあって、うん、で、シフトブーツもまあこの本革ですね、うん、これね結構高い位置にシフトあるんですね、うん、ありますね、結構ね肘の角度まあこう、うん、平行になります、ここ、あ、本当だ本当だ、うん、でここにこのねモード切り替えのこれね、これ回して戻るタイプの、うん、回して戻って切り替えていくタイプのやつですね。ちょっとラブ4で見たことあるかも、こういうの、そうだこういうの、そうだラブ4、そうだそんなこんな感じだ、似てるね、似てますね、で、はい、もうねこのいいですね、現代に忘れてこのね、はい、ワイヤー式のサイドブレーキということ で、ね、非常にまあこれもラリーのね、そうです ね、サイドターンができるとできるということですよ、はい、後でやりたいなと思うんですけど、後ではやらないでしょう、そして、はい、私ね先ほど申し上げました、はい、WRC 大好きでございます、はい、WRC のロゴこれはちゃんと認証を受けたものしか使えません、うん、なぜなら FIA 公認のものでございます、なるほど、こちらにございます、どこだ、おー本当だ、しっかりと
ある、これはちょっとたまんない、ラリーファンからしたらたまんないぞこれ。なんて書いてあるんですか。ワールドラリーチャンピオンシップ、まあだからこれ WRC の略はワールドラリーチャンピオンシップの略なんですけども、うん、FIA ワールドラリーデベロップドフォー FIA ワールドラリーチャンピオンシップということで、あ、うん、このロゴ使ってる、すっげえなお前。はい、デコミさん、はい、そのモードスイッチの横にもなんか 12V120W120W ね、これは何ですか。アクセサリーソケット、なるほどね。いや実用性あんな、すごい大々的にねありますね。大々的に実用性が、うん、結構奥目にあったりとかね、うん、イメージありますけど、大々的にこのモード切り替えスイッチの横にあるということ ね、うん、でこれが IMT のスイッチか。これがね IMT のスイッチで、これスリップ防止で、でこれアイドリングストップということで、うん、IMT を切ることもできるみたいな。できます ね、結構ねいろいろなご意見ありますから、 IMT なんかたまにねあるじゃないですか、いらないよみたいな。そうですね、でもこれ切ることができるわけ、うん、だからより、自分の操作感をより大切に運転できるようにできるということですね、 IMT を切ることによって。いいですね、さあじゃあちょっと後ろ乗ってみましょう、はい、後部座席よっこらせよっ、おあーうーん、あーなるほど、はい、おー結構これ上のクリアランスはないですね。これもう普通に乗ったらもう頭当たりますね。あ、本当だ、うん、で運転ポジションにすると今これね運転ポジションですけど、まあ拳1個分ですわ。てかちょっとこう入り込んじゃう感じの、うん、感じで、まあ後ろはねちょっと正直まあ実用的ではないかなという感じはしますけど、うん、まあそういう車じゃないので、はい、これはねおっしゃる通り競技車のようなものですから、そうそうそう感じですから、このね、はい、この窓もね後ろの窓もほんとちっちゃくねありますから、いやもうそういう車じゃないからというふうに車側が言ってくるというね、うん、感じしますね。じゃあ次は、うん、ラゲージ見て、はい、エンジンルームもちょっと見てみましょうかね。はい、はい、じゃあラゲージ開けていこうと思います。開けますか。はい、開けやすこんな感じの2両というか、うん、はいはいはい、はい、あ、ここ後ろにバッテリーがね、あーなるほどね、あるんですよね。そういえばバッテリー意外と重たいものなので後ろに配置することによって、うん、なんか重量配分とかも変わるらしいですね。これだから結構考えてるかもしれないですね、うん、重量配分っていう意味では。そうですね、大きさで言うとまあそんな広くないかなっていうのは本音ですね。ゴルフバッグは横向きでいけないです。いけないですね、はい、ちょっときついですね。まあそういう車じゃないというのは何回も言いますけどもね、はい、そんな感じですね、はい、そうです、はい、じゃあエンジンルーム見ていこうと、はい、あー出てきますね。さあ俺初めて開けるんですが、わかりやすい。あー来た来た、おーすごい。このエンジンなんと 1.6 リッターの直三ターボですよね。1.6ですせ、はい、いやーすごいよ。パワーは272馬力、直三ターボ272馬力、出してもあとちょっとで300馬力、やばいでしょ。ちょっとおかしいでしょって、やばいよ、すごいよと、うん、でトルクがなんと370ニュートンメーターも出てるんですよ。だからエンジンは3気筒だから軽いけども、うん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 、パワーがそんだけ絞り出してる。しかもトルクもしっかり太いですから ね40近く出てるわけですから、40近くってやばいですよ。やばいよ、はい、うん、そんなすごいエンジンが入ってますと、うん、まあ、あとはエアクリーナーの容量を大きくして、はいはいはい、まあ、そういう風にねあのパワーの出したい時にね空気がこうバンと集まってくるような工夫はしているそうです、ね、いろいろとでかいし、そう、あ、いや本当にこのびっくりしちゃう1.6の直三ターボ、直三ターボすごい。いやちょっと音聞きます。あ、音聞きますか。聞きますか。そうですね、はい、聞きましょう。ぶっと音、ぶっと、いや、おー結構レスポンスもいい。すげえレスポンスいいです。おすごい感動しちゃった、ね、うん、レスポンスめっちゃブワン、そう、で停止中なんでリミッターかかるみたいです。うん、ああそうかそうかそうか、ある程度ね、はい、全然回らないんですよね、うん、止まってる時は。いやこれ、うん、でもこれ純正でこの張りの後なんかちょっとこうバッっていう音、うん、出てるっていうのはなかなか攻めたマフラーですよ。美しい美しい、うん、さあということで見てきましたけども、はい、いや刺激的、よかった、すっごい美味しかった、美味しい、マジで美味しい、すっこの車ほんとすごい、たらふくいただきました、ね、ということでね、はい、もう GRS ちょっと乗ってみたいと思ってくださった方は、うん、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS のフォローもお願いします。はい、またご覧ください。バイバイ、バイバイ。